はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。How to survive 2やっていきましょう。今回はですね、前回までやってたサラのクエストではなくてですね、レベルが30になりまして、ケンジのね、真実を求めてというクエストができるようになったんで、無謀にもやってみようかなと思います。はい、私サラのクエストちょっとトラウマになりまして、はい。なんかどうにか他のキャラできないかなと思って若干レベル1個上がりましたね。はい。では真実とは何なのか、やってみたいと思います。サバイバー、ずっと考えてたんだけどさ、やっぱりレスリーが死んだのは単なる事故じゃなくて、ちょっと待って、どっから来た、どっから来た、ちょ、お前人が話してるの邪魔しちゃダメだよ。習わなかった？はい、広い場所ならね、こいつのダメージ当たる気がしないです。はい、多分もう一回来ると思います。とりあえず来たもう人が話してるとき邪魔しちゃダメだよ。来た、昼間になったよ、帰れよ早く。昼間になったって、痛いって、昼間になったって、昼間になったって帰れよ、帰れよ昼間になったのに帰らないとは。はい、改めまして、サバイバーずっと考えてたんだけどさ、やっぱりレスリーが死んだと単なる事故じゃないと思えてならない。つまりレスリーが探してたサバイバーの痕跡は全くなくて、そして気づいたら突然現れたゾンビの群れに襲われた。そうさ、どう考えたっておかしいよな。よかったよ、あんたも疑ってたんだな。演習業みたいに思われたくなくて、この権利はまだ疑惑が残っている。黒幕は小幕に違いないさ。よかったらあの時一体何があったか突き止めるなどに協力してほしいんだ。あんたの頼りすぎているのは、わかっている。何か危険なものが俺たちを待ち構えてる気はするけど、それでも俺は確かめたいんだ。何もわからないままじゃ辛くてさ。今夜は周辺の地区を調査しよう。何か手がかりを探すためにさ、証拠品でも目撃者でも何でもいい。とにかく証拠を見つけよう。力を貸してくれるサバイバー、これまで実力を見せてもらってるからね、あんたならできるって信じてるよ。いや確かにそういえばそんな話あったね、レスリーが死んでるっていう。いやちょっと今回もなんかまたレベル30だから難しそうだな、勘弁してほしいな。そして夜の街、事故の目撃者を探すって、事故ってその事故じゃないよねね、まあまあまあね。おっとなんかこう見たことないような、こっちに行くんだ。なんかこれって大体縦のイメージがあったんだけど、はあはあ、ここはでも何もないと。ああ嘘。はいはい、こいつもさっきもいたのにまた来たよ。はい、またすぐ次来るんでしょ、どうせすぐ来るんでしょ次。あれ、ここあれ、あ、ここあれなんだ、あ、来た、あ、なるほど、そっ、あ、痛い、その台で登る感じか。あ、ペリカンさんいるじゃん、あそこに。はい、ペリカンさんあそこにいるじゃないか。なるほど、これで登る感じか。ん？合ってるよね、ここでこれで登るんだよね。あれ違う？お？え？あ、おっとちょっと待って、はまった、やばい、これはあかんパターンや、ちょっとストップ、はい、あの
すいません。ですね、ハマりました。初めてだな、このゲームやって。いや、びっくりした。あ、マジか。また最初から。まあ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 、まだ序盤なんでいいですよ。また記者くん来ると思うけど。あれ、ペリコンいないね。敵ってランダムなのかな、今更だけど。え、てかこれ違うのか、こっち行くの。え、あれ、ここじゃない感じ。おお、これじゃないのかな、ここじゃないのかな。あ、来た。あ、で合ってた。じゃあここだよね、やっぱ。ではここから、こっちに出たらもう意味ないしね。え、じゃあどこだ。え、あ、これ窓出れるとかじゃないよね。いや違うね、閉まってるね。これで下に降りればいいのか。いや、開いてる開いてる、ここ開いてる開いてる。いや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 、こっち行けねえし。え、ここ、あ、ここでも閉まってんのか。うわ、2匹いる。いやだ、出たくない。え、これどうすんの。なんか、すいません、しょっぱながら私積んでおります。なんか勝手になってるけど、行き場所が分かんないです。これこっちに出ればいいのか。あーあー、なるほど。ああ、分かった分かった。頑張って。え、あー、なるほど、これこっちから殺せるパティンね。でも弾もったいないで、やる。ああ、うっそ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 、ちょっと待って待って待って、聞いてない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 、それは聞いてないわ、それ聞いてないわ、それ聞いてないからね、勘弁して。びっくりした、まさか勝手に行くと思う。勝手じゃないけど、私が多分当たったんだろうけど、いや勘弁してほしいわ。はい、さよなら。いや、ゾンビまだ一発で倒せるのは良かった良かった。ちょっとレベル上げたんで不安だったんですよね。はい、おっと、ワンちゃんワンちゃんワンちゃん、さよなら。そして君もさよなら。あれ、さよなら。爆発して、痛い。はい、あ、一発じゃなかった。で、何が目的、事故の目的、目撃者を探すってことはやっぱ生存者ってこと。もう手ぬいでね、グッナーイ。いや、今回ちょっと広そうだな。はい、グッナーイ。ちょっと広いな今回。これあれだな、外にこうぐるぐるこうなんか渦巻いて出ていく感じだよね、外側に。あー、マジかー。なんかいいアイテムをくれ、いいアイテムをくれ、なんかくれ。でもね、なんかゾンビだけなんで、こうすんげえ難しいっていう感じではないですね。安定感ありますね。いやー、よかったよかった。前回までがちょっと怖かったんでね。いや、初めてで見る敵が多かったんで、本当心臓、あ、なんか落ちてたか、心臓に悪いです。おドーパイプ、最近ね、いろいろ物資が足りないんですよね。走りすぎた。ちょっとスタミナも早く、あれだな、回復するやつが欲しいな。あれ、回復しない。したしたした、はい。スタミナがないとこまたげないんですよね。君たちはそこにいて、バイバイ。あれですね、あそこに閉じ込めとけば新たに出てこないのかな。いや、それだったらいいな。
で、こっちはどっちが、よし、じゃあちょっとこっちに、はい、はい、爆発して、はい、爆発して、あ、終わってた、はい、はい、ば、てい、あ、はい、痛い、はい、あかんな、あ、そうそうそう、私はこの布切れが欲しいんだよ、布切れが包帯が作れないんでね、致命、おお、あ、しかも開いてるじゃん、開いてる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 、あちあちあかん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 、あちあかんかん、ちょっととりあえず、とりあえず今だマジかよ、あっちが正規流とか、あ、あったー、気づくというか反応が遅かった、あ、ここも家だな、このこういうショップ系はね、行っとかないとね、物資がたくさんあるんでね、よし、あんまない、あんまないけどな、なんか、よし、 おアルミのクラッチ、ああ、常にちょっと走らないと、なんかのっそのっそ遅いんですよね、なんか重たいからかな、最近持ち運ぶものが多くなってしまってね、ほんと大変、まあそんな全部必要ないと思うんですけど、やっぱちょっと不安じゃないですかね、こっちはいけない、じゃあやっぱあっちが正規ルートかな、お、なんかある、はい、何もない、何もなーい。お隣さん、レッツゴー。お邪魔しまーす。何も、あった。なんだ？コンビーフか。コンビーフ、食べ物はいっぱいあるからな。なんか、物資系、なんか物でお願いします。逆に立つ、改造とかで使うような。お願いします。こっちはいけないと。ここは？ここも何も、あー、いらない、これ重たいだけだから使うことがない、嫌だあ、閉じちゃった、事故の目撃者って生存者がいるのか、マジか、絶対コバックに殺されそうな気がするんだけど、あいつは容赦ないからな、おっと、 Are you hungry? Yes! ってことで、何食べよう、チョコバーを喉が渇くんでね、ウサギのサドルを食べたいと思います、絶対なんかスナック菓子食ってる音だよね、サクサクっていい音してるけど、ウェーハー系をこう食ってる感じだよね、いやーもうね、こんないい音するとお腹空いちゃうよね、私も何か食べたい、リアルで、あー、いた、 あ、気づかれて、なんか新たに増えた、あ、やばい、あいつ来たか、キシャー君来たか、やっぱ傷、やっぱダメか、閉じ込めてても、閉じ込めててもやっぱダメか、2体来た、2体来た、2体同時に来た、はい、2体同時来た、はい、おう、はい、首チョンパー、はい、はい、あ、はい、はい、3発、あんたはここで、はい、あれ爆発しない、はい、はい、あれ、はい、ここは入れない、今度喉乾いた、やっぱこっちもなんか敵がすんげえ多いぞ、結構あるぞ、お、エンジンハウジン、あまり使い道分かってないけど、で、ここは、おっと、2階にいたね、ゾンビ、チョコバーか、チョコバーと水瓶、おっと、こうしなくてもこっちから出れるかな、ここはでも何もない、ちょっと、あそこにペリカンいるな、撃っとこうかな、いや、ペリカンは弾使う必要ないか、いやー、でもなんかだんだん夜明けになってよるような気もしないでもないんで、もう気のせいか。はい。あれ、でもペリカンあっちいるのにあっちに行ける気配ないね。
これあれだね、なんかこう、いけないとこでもちゃんとこう、アイテムも落ちてたりするね。もっとワンちゃん、はい。こっちはもう行き止まりか。なるほど。はい。おっと、お前さんが。はい、爆発して。はい、爆発して。あ、いたー、当たったー。では、おお、まだいた。はい、ボンネヌー。ね。あ、ここにいるね。はい。爆発しない。爆発しない。あそこにも。やばい。ダッシュできなかった。痛い。大きな鉄のボルト。マジか。マジか、こっち行かないとダメか。マジか。じゃあちょっと回復をして、回復をして、銃にしよっかな。いや、ちょっと、あ、そうだ。地雷を、地雷を、ここに設置しよう。はい。一匹しか来ねー。おー、いいねー。あ、違う違う違う、危ない危ない。こっちだ。はい。あ、痛い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 。あ、走ってる、めっちゃ走っとろー。はい。痛い。はい。はい。はい、よいしょい、痛い。はい。はい。はい。スタミナがない。はい。痛い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 。はい。はい、眠らせる。はい、眠らせる。はい、眠らせる。グッドアイ。ふぅ。いや、ちょっともうちょっと地雷近くに置けばよかったな。でもあんまり、あ、でも3体だけか。じゃあ、あ、痛いって。あ、痛い。金振り、金振りダメ、金振りダメ、金振り。はい、こかして、かぶしちゃー。はーい。蹴って、かぶしちゃー。とりあえず片付いた。でもハーブが大量使ってしまった。でこっちで合ってんのかな。痛い。でこっちをハーブ。はいはい、動かしてかぶしゃ。ケンジのなんかクエスト、これで終わりそうな気がするんですよね。いや、ケンジにはコバックを殺すというね、ミッションがあるんでね、終わってほしくないですね。他力本願っていうね。いや、私はね、ちょっともうコバックにもう侵されてしまってるんでね、こうケンジに討伐してもらいたいもんですよ、コバックを。あれ、こっちで行き止まり？あ、マジで？え、これこっちで合ってる？この辺は何もないね。あ、しまった。何もないね。お隣さんへはいけない。え、これこっちで合ってるのかな。もしかして違う？おっと、ゾンビは出さないでおこう。頑張って、私はその間にどっか行くから。あー、来た、待った。あー、あそこにいる。なんか、はーい、おいでー。はい。あー、距離感。あ、痛い痛い痛い。はい、ペリカン。はい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 。あ、ペリカン2発で死んだね。3発かな今。はい。痛い。はい。よし、これで、あの人に話しかけれるよ。おっと、これ入れるのか？入れるのか？まあ、ちょっとこっちに物資があるんで、こっちを先に
先に物資の方が大事なんでね。 OK かな。 OK、 じゃあね、行きたいと思います。コバックの弟子か、マジか。今回はいくらなんでもやりすぎなんじゃ。そう思わないか。何が言いたいんだ。ん、コバック殿を 100% 信じられないって言いたいのか。違う、そうじゃない。ただ俺は、つまりこれまでゾンビは随分殺してきたが、今まで一度も、いいか、あの女は危険だったんだ。コバック殿が言ってたことを思い出せ。あの女はコバック殿の計画をぶち壊そうとしていた。それはその通りだ。放っておくわけにはいかなかった。でもゾンビの群れに食われるような仕向けるなんてむごすぎる。もう済んだことだ。事故に見せかけなきゃならなかった。コバック殿が言ってたようにな。おい、今の聞こえたか。誰か来たみたいだ。もっと静かに話そう。あ、どの道、俺はクタクタだ。寝るとするよ。おやすみ。もう過ぎたことはよくよく考えるんじゃないぞ。なんということでしょう。やっぱりコバックが。ってことは今回で終わらないですね。はい。いや、なんということでしょう。やっぱりコバックがやったんですね。キャンプに神話が現れた噂だ。その人物を探そう。なんだって？その話は確かなんだな、サバイバー。信じられない。コバックが行かれているのは知っていたが、まさかレスリーをあのミッションに行かせるべきじゃなかった。俺のせいだ。サバイバー、あんたにまでリスクを負わせるわけにいかない。これまでありがとう。でもこれ以上は危険すぎる。あんたにまでレスリーと同じ目にあっては欲しくないんだ。俺のことはいい。一人でもやっていけるし、その方が安全だ。おっと、忘れるとこだった。ちょっと感傷的かもしれないけど、この刀を取っといてくれ。これまであんたの働きへの感謝の印さ。そいつは俺の母親のものだった。俺の家に代々受け継がれてきたものなんだ。かなりの、これ、なんて読むんですよね。こう、なんかあるの忘れました。はい。きっと役に立つだろう。使いこなしてくれ。さあ、自分のキャンプに帰りだよ。そしてもうここには来ないでくれ。なんという。ケンジ、最後まで一緒に戦うよ。なんという。ケンジのクエスト終わってしまった、ついに。寂しいじゃないか、ワンからの登場人物。寂しいじゃないか。なんだこの花。ケンジいいね、こういうのがたくさんある。私も欲しいな。あれ、なんか若干バージョンアップしてる？ケンジの。こんなんだったっけ、前から。いやいや、でも絶対なんかこんなんあった、なかったでしょ、前。まあ、とりあえずなんかキャンプにあと新顔が現れたって言ってるんで行きましょう。あ、いるね、なんか。え、違うな、あれ違うよ。あれなんだ、え、どこにいる。新顔、これサラダ、あ、これか。あー、じゃあこっちから行けばいいのかな。さあ、どこにいる。よいしょ。今なんか鹿のゾンビがいたような。はい、ここかな。お、いた。誰だ、お前は誰だ。お、なんか女の人だ。え、レスリーじゃないよね。ああ、あんた誰の手下だ。で誰の手下だ。答えろ。そうか、コバックの手下だな。お前にあいつと一緒にいた頃、私の場所に誰かに来た。話せ。そうか、おしゃれやすぎじゃないよね。それがあんたの流儀ってわけ。そう、はあ、はあ、私は誰かって。大した根性だね。ダメだね。あんたが何をしようと私は何も話さないよ。拷問を受けたことだってあるんだね。あんたの、生白いお手手で何をしようか聞きゃしないよ。とっとと帰ってお友達と遊んでな。聞きゃが違うけどね。あれとか言いながらクエストを受けるんだ。なんか誰かがすごいこっち来てんだけど。あ、ウサギか。なんでしょうね。はい。次回はね、この人のスワットだったのかな、この人。違うか。スワットね、かっこいいね。その防弾チョッキ私欲しいよ。おっと、雷、実力の証明ということで、次回はね、この人のクエストをやっていこうかなと思います。ちょっとパイロンのね、クエストまたちょっとね先にやりたいと思います。それじゃあまたねー。